回のタイトルは、ブラックロックがイーサリアム現物 ETF の S1 修正申請を提出、6月末発売の可能性です。ぜひ最後までお付き合いください。世界最大の資産運用会社ブラックロックは、イーサリアムの現物 ETF の申請で新たに更新した S1 登録届書を SEC へ提出しました。正式に取引を開始する前に S1 届出書が承認される必要があります。 SEC がブラックロックの申請するアイシェアーズイーサリアムトラストを含む8つのイーサリアム ETF 上場申請の 19B4 フォームを承認したほぼ1週間後の動きとなります。ブラックロックは更新された S1 でETF のシードキャピタル投資家に関する情報を公開しました。シードキャピタル投資家とは、 ETF のローンチ時に必要な初期資金を提供する金融機関のことです。これにより ETF が市場に上場し取引を開始するための最低限の資産規模を確保できます。ブラックロックは2024年5月21日スポンサーの関連会社であるシードキャピタルインベスターは条件付きで40万株からなるシードクリエーションバスケットを1株当たり25ドルで購入したと明かし、ティッカーシンボル ETHA で上場、取引される予定であると述べています。SEC は先週24日、ブラックロックやフィデリティ、グレイスケールなどを含む計8銘柄の上場ルールにおける 19B4 フォームをすべて承認していますが、実際の ETF 商品に関する S1 の登録書類についてはまだ承認していません。一方、S1 に関する SEC と発行企業間の対話はすでに始まっていると報道されていました。ブルームバーグの ETF 専門家のエリック・バルクナス氏は、ブラックロックの最新動向について、これは良い兆候です。 SEC スタッフからの微調整の要求への対応はもう一回あるでしょう。6月末の発売は可能性もありますが、7月4日独立記念日までにしておきますとコメントしました。また早期承認の可能性に関してはもちろん可能ですが望み薄です。民主党が反仮想通貨の姿勢を示さないという政治的目標は、今回拒否しないことですでに達成されているためです。今は急ぐ理由はないでしょうと分析しました。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録・高評価をお願いいたします。